こんにちは、ドラ吉チャンネルです。阪神タイガースファンの皆さん、優勝おめでとうございます。甲子園での優勝決定の9回栄光の架け橋が流れた時は、中日ドラゴンズファンのドラ吉チャンネルさんも感動して涙流してました。それでは本日は我がドラゴンズのホーム球場であるバンテリンドーム名古屋のご紹介です。ここがいいところ、バンテリンドーム名古屋。その1、公式では地下鉄名古屋ドーム前谷田駅徒歩5分と記載してあるが、それ以上歩き健康不足解消できるところ。どう見ても5分で歩けないが、健康不足解消を考えて通路を考えているところ、ドラ吉チャンネルの主さんみたいなデブにも優しいですね。ここがいいところ、バンテリンドーム名古屋。その2、当日でもチケットが入手できるところ。平日を中心に基本ガラガラ、当日でもチケットは入手しやすいです。ただし数回あるユニフォームプレゼントの試合やゴールデンウィーク、お盆は即日完売。あと今回の阪神タイガースのように相手チームの優勝が予想された試合もね。ここがいいところ、バンテリンドーム名古屋。その3、最下位争いで借金30近くあっても、なぜか観客動員が増えていて監督が来年も引き続きされるところ。名古屋市民としては怒りを通り越して来年に向けて応援せざるを得ないところ。ドラ吉チャンネルさんも中日ドラゴンズのファンで頑張っているね。米なしクラブから米ありクラブになりたいね。ドラ吉チャンネルさんは中日大好きで、負けても観戦して戦う顔をしており、忍耐力も鍛えられてすごいですね。それでは生観戦動画スタート。1番センター岡林勇希、背番号60。2番レフト大島洋平、背番号8。
Yes, 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 yes